水行き45分です。2番線に乗ります。やったやった、ウェルカムトゥーザハウステンボス到着です。やったー。空港から直接ここまで来てくれて1250円で来れますね。高いけどラッキーよ。ここで荷物を預けて身軽になりましょう。お、預けられるのがあったらね。荷物預けが無料です。ベタマックホテルだったのでできました。うん、ということです。ありがたい、ありがとうございます。料金体系がすごい。はい、ハウステンボス到着でございます。入り口です。賑やかだね。ペア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 、アドベンチャーパークにまず行こうと思う。お、アドベンチャーパークとやらがあるのね。そう、本当に吊るされてるからカーブ曲がるたんびに体がふよんふよんする、ね、次はアドベンチャーパークに行ってみたいと思います。あれ、いや違う、アドベンチャーパークにいるのか。これやる、これこの恐竜。そうそうそう、すごいな。いやいやいや、うん、反応できるからいいかね。うん、規約書書いてから乗りましょう。ちょっとそういう系の乗り物から攻めております。はい、物販に荷物を預けます。自販機が風車になっており売れます。すごい、あんなよ船で移動するなんて、すごいな、すごいね。うん、おお、おお、中はこんな感じです。高さが一番高いところで約5メートルほど崩れます。応援してます。ケーキ屋さんもなやってるけどね。これが展望台。そう、でかい。ちょっと行ってみます。展望台に急に来てみました。うわー、先の方の島がね、またいいね。あ、プールもある。あの、やってないけどもうちょっとね。そっか、あれがプールか、うん、アスティムダムスというスクエア、読み方違ったらごめんなさい。このね、5時の仮面ダンスパーティーに参加したいの。だから5時にまたここ来るよ。まあ、とはいえもまだ大丈夫。セボバーガー人生初です。もう超美味しいよ、お超美味しい。じゃあ行ってみましょう、うん、おすすめのサセボバーガー2種類を頼んでみました。じゃあいただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。でしょ、ジューシーだ。野菜入ってるのにこんなにジューシーなのすごいね。ね、キングダムバーガー、うん、ベーコンと卵が入ってるね。トマトも入ってる。へえー、すごい。うまいか、うん、サイドメニューがウインナー頼みましたんで、ちょっとただのウインナーじゃないわ。よかった、よかった。多分なんか、なんかのやつ使ってるような味。まあ何かは使ってるでしょうね。食リポ頑張りましょう。おいしい、美味しかった。え、なんかね、セセボバーガー認定店の柳瀬隆さんのこの看板が目印ですよ。こっちのね、こっち、あれ、こっち、そう、おう、なんだそうです。花エリア、まだ綺麗に咲いてる。おお、バラ、あ、いい匂い、バラのいい匂いだこれ。すごいね、でもこれ、そう、おお、あ、すごいね、室内の海なのに綺麗。あ、しかも魚見えてる、うん、あ、結構大きい。わ、すごいすごい、ね、
これは海水なんで海水魚でございます。お土産を買いすぎちゃったんでちょっとホテル行きます。あれ、これ再入場 OK なの？施設内の美術館があったのでちょっと行ってみます。マリアキです。マリアキがいっぱいだよ。ヨーロッパもある、中国もある。ガラス張りなんだ。天井もすごい。今日泊まるホテルはウォーターマークホテル。初めてです。今までにないこの入り口のオーラが、重厚感がね、うん、大丈夫かな、リアルだな。部屋がすごいね、ちょっとびっくりした、はい、想像以上だった。この感じ、うわ、普段と人が違うみたいな場所に来ております。すごいよ、すごいね。しかもね、びっくりしたのがね、コーヒーがキーコーヒーなんですよ。いやー、おしゃれー、すごい。あれ、なんかまだあるよ。イングリッシュブレイクファースト、どういうこと、英語の朝食。うん、まああるんですよ。あ、うん、喋んない方がいいやつだったね。すごいね。あ、しかも充電のさ、ほら、USB3 つ。久々にオーシャンビューでございます。やったやった。ベッド側にもビューオーシャンでございます。あ、ユニットバスがレベルが高い。洗面所椅子あるよ、すごい。そしてトイレの横にすぐお風呂があって、結構なんかお風呂もこれなんかすごいな、横になれる。うん、今日のお風呂は楽しみだ。あとアメニティが、おぉ、めっちゃ豊富やん。ボディタオルもある。ボディタオルはね、私的にはね、もうあってほしいやつなんですよ。これあるのとないのと全然違うんでね、助かるといった感じです。ホテルの Wi-Fi スピードめっちゃいいです。ちょっと今ホテルにチェックインして、軽装モードになって、ということでちょっとこれからまた再入場します。行きます。はい、ホテルヨーロッパのフォトスポット、はい。じゃあクルーズで元に戻ります。戻ります。すごい。かわいいね。アートの広場。かわいい。ね、すごいね、この花のトラック。アイステンボスの得意技と同じのエリアですか。うん。すごい、傘マーケット。あら、ちゃちゃちゃ。なんか紹介の傘ゾーン。もうなんかもっと広いよ。トリックアート。カメラ越しに見ると、おお、すごい。うん、すごい。うん、飛び出てる。え、本当だ。ね、すごい。手広げて、うん、いい感じ。はい、トリックアートでした。面白かったね。うん、光で鳴る歴史の音から未来の音へ、音と光で鳴る水アトラクション。光の感覚で私が光を歌います。
に左にいます。そうそう合ってる。おう、いいじゃんいいじゃん。カラフル。そう。あー、でもなんかこれを見ると異国の感じがする。そう。まだあれだな、背景が明るいから。でもなんかこれはこれでいい感じ、うん、いいね、ライトアップの時間。そうでしょ、うん、すごい、うん、あ、こんにちは。あ、こんばんはか。ライトアップすごい。うわ、ライトアップすごい。そうなのよ、ライトアップすごいね。むしろこっからが醍醐味よ。うわ、ほぼライトアップしてるね。そうなの、7時15分からって言ってたね。だから明日も7時15分からメインに、うん、また仮面武道会も参加してた。お、昼と夜の比較ができるよね。すごいね、これ夜、ね、すごい、ね。ちなみに去年なかったか。あ、そうなんだ、うん、すげえ。こんな近くで撮れるの。もうやっぱり夜になったね。ね、急に暗くなった。というわけで、夜のハウステンボスは結構早く終わってしまうようなので、食べ物屋さんとかも結構8時で終わっちゃったり7時で終わっちゃったりするとこも多くて、まあ早めに食べるのがおすすめかなって感じです。食べ損ねたのでお土産食べます。ということで、昼間に買ったこのショットを飲みます。ライム味らしいです、これ 16% なんで、まあショットとはいえだいぶ優しいですが、今日は台風でだった世の長崎が、なぜか曇りだった後に晴れていったということで、ね、ありがとう記念に乾杯します。乾杯。ライブ。ハウステンボス2日目です。イエーイ。ご視聴ありがとうございました。